どうも、寿司ラーメンのリクです。自分の身を守ろうとただ固い壁を作っても、敵はその壁をが壊れるまで攻撃し続けるだけだ。ってことでね、今日はそんな敵が攻撃してきたら全てを跳ね返すバリアを作りたいんですけど、さすがに敵もバカじゃないんで、全てが跳ね返ってくるバリアがあったら攻撃をしてこないんですよ。ってことで私考えました。 SP ウォーター。 Yes, ボス。この輪ゴムでわざと弱そうなバリアを作ることによって、敵にね、あれ俺ならチャッチして思いっきり投げれば突き破って相手に当たんじゃね、そう思わすことができる。そうするとね、敵が躊躇なく思いっきり攻撃してくる。でその攻撃がビヨーンってなって敵に跳ね返っていくことで、自分のやった行為しかと反省していただくことができる。世界平和バリアをね、ここの部屋に今日は作っていこうと思います。シャッターゴー。おしょー。そしたらですね、ちょっとバリアを実際にここに張り巡らせていく前に、この状態でね、編集してる横から不意打ちで全力で水風船を投げていただいて、バリアのありがたさ身をもって体験していこうと思います。この一歩一歩が世界平和につながっていく。おい貴様、いいか、全力で来い。決して俺に手加減するんじゃないぜ。もちろんです。もう全てはお前、もうて、もう何、遠慮するな俺に対して。もちろんボスだからといって絶対に遠慮するなよ。いいか、もう思いっきり来ていいんだからな。もちろんです。俺の心配はするな、大丈夫だ。もちろん。じゃあ行きまーす。やばい気がするわこれ。これめちゃくちゃやばい気がしてきた。跳ね返すとまではいかんと、もう軌道を変えたりね、こうブラーンってやって、もうドラーンみたいなね、そういう感じにしていただきたいと思います。じゃあ輪ゴムレベル300いきまーす。お願いします。よし、ポーズ。勢いに躊躇がないよね。横のやつだってお前何も手伝わなかった。そうだよ、俺ちょっといいですか、集中してくれ、話しかけ。終わりました。俺ずっと張ってたんですけど、ここゾーン入っちゃってるから、ちょっとごめん。何してんすか。静かにして、タンゴが静かにして。終わったんですか。
I finish. What's 輪ゴムラー、輪ゴムレベル1000。わぁ。貴様が一生懸命頑張っていたのは、俺のバリアを作ってくれていたんだね。やったー。もう一回、めっちゃ痛ぇ。めちゃくちゃ役に立たねえバリアで。ここまで来ましたらもう大丈夫。さすがにね、今までこれ言って全部当たってる俺ですが、もう大丈夫。 SP さん、 Yes boss。 もう俺全然怖くないんで、こういう状態で貴様の風船受けて立ってやろう。いいんですか？思いっきり来い。わかりました。ああ、この目を見ろ。見えません。いきます。うわ、ちょっと面影が見える。面影がどこまで、どこまでビヨンってくるんだろう、これ。面影が。ゴール決まりました。日本先制、股抜きショットです。微動だにしていない。お前が倒れる様、楽しみにしているぜ。いきます。ああ、超えてこい、この壁を。いってえ。何が起こったの？何が起こってんの？めっちゃ、確実にここが痛い。今、確実にここが痛かった。今は痛すぎだからちょっと離れてやった。デイ2! 骨組みから強くしていくから。もうあいつには絶対突き破れない。楽しみだ、楽しみだ。じゃあ行きまーす。エスピーカモン、ゲットボス。諦めないです。よっ。
3日前お前の家にあったハーゲンダッツを食べたのは誰かをな、犯人はな絶対お前だよね絶対付き合ったんだけやるからな手加減するなよ。かしこまりました。な、てめ、てめ、てめこ、てめ、坊主なのもここまでだ。待て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